はいどうも、あやかとひろでキムチャンズでーす。久しぶりー。温泉に入って元気いっぱいのあやかでーす。温泉に入って元気いっぱいのひろでーす。おもろいんじゃない？うん。同じこと言ってよかったね、伊豆。よかった。初めて、人生で初めて伊豆に行ってきたんですけど、いいね、伊豆高原ね。うん、一番良かったのは温泉も良かったけど、同じぐらいオルゴール感が良かった。あ、良かった。ほんまにオルゴール正直興味全くなかったんけど、マジで行ったら好きになると思うな。あれ、あの初めてちゃんとした本物のオルゴールが聞けて、歴代のあの大きいやつね。うん、大きいオルゴールってあんな響きやんな、うん、っていう感動をしたって話です。ぜひぜひ行ってください。安いし。はい、ということで、うん、今日はですね、うん、ちょっと私知らなかったんですが、エクストラのエピソードがあって、まあ、簡単に言うと、ミッションミッションのエピソード2より課題曲の歌割りと振り分けの未公開シーンを見れるということで、ちょっと見逃してたので、うん、私こういうの見つけねえんだ。このやっぱさ、カメラは回ってるよ、カメラは回ってるけど、まあ、本題としてその取り上げてない、まあ、ここを使われるか分からへん部分とかってあるやんか。あるね。そういう部分に人柄が出たりとか、うん、今どの段階で苦しんでるとか、うん、どの段階にいらっしゃるとかってすごい分かるから、うん、すごいこれ大事な動画なんじゃないかなと思って。なるほど、うん、だからあげたんかなとも思った。ほんでみんなにも見てもらった方がいいんじゃないかっていう社長の判断やろなって思ったので、楽しみに見たいと思います。なるほど。はい、10分ぐらいしか、ね、ないので、うん、今日の動画短くはなると思うんですけど、彼らのなんか取り組み方がすごい気になるなと思って。終わってから30分ぐらい喋るかもしれんからね。ありえる。私らのことやからありえるけど。じゃあ行きます。チャンネル登録よろしくね。いいですか？いいよ。イヤホンしてる？しているよ。はい、行きます。せーの、スタート。1番目とサビがなんか一番なんか曲の中で重要じゃないかなと思ってて、うん、なんか一発目でなんかちょっとうんってなったら、後でなんかいいのがちょっとハマっても、最初におおってなっちゃってるから、あ、まあまあここはまあまあいいかもってなるけど、逆に最初が良かったら後でうんとか来ても、最初におおってなったからなんかさすがに、ここはちょっとなんて言えばいいの、なんかまあちょっとミスったんかなとか、ちょっとなんか入りがこう入りです、なんか後のどういう展開が起きても入りが良ければなんか全部なんか、うん、何事にも言えるね。曲の第一印象、そう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 、最初は赤かったら後で良くなってもまあまあまあここはまあいけてたけどぐらいになっちゃうかなって思ってて、なんかバチバチってなんか最初ははめたいかなって。でも結構自分のさ、その声とかがさ、なんか結構この曲に対してどう歌うとか結構考えてた時にさ、なんか自分の声的になんか結構俺声漏れるから、そのなんていうの、パーンって歌い上げることが最初から多分できるのかな。めっちゃ恥ずかしいこと言っていい？恥ずかしいこと。恥ずかしいっていうか冷静なんじゃない？てると思うよ。逆に会議を一度そう、それは、まあ、だとしたら確かにここ一人ってのも、うん、合うかはあんかで組んだ方がいいからな。ここは男性だけなんだけど、あのソブエネディとサマッティアクティを分ける。別の人もいい。はいはい、あのもう面白いかな。あのさっき出してさ、あの例えば、うん、リズム感良くするために切ろっかってことやね。別の人が言うってやったんじゃん、うん、ね、それを言った時になんかここのソベアンディとかをなんかそれこそ誰かが言う、差し込んで言うっていうのが面白そうだなっていう。そのままダンスが減るし、うん、それはただ僕のわがままからか、こんなに胸が苦しい。すごい、踊ってなくて歌ってるところやな。うん、僕が
かあのしっかりあのリズムにはまれば綺麗になりそう、うん、今ちょっとため気味だったけどそれは全然練習してないからででもリズムはまってたらすごいいいことになりそうダンスもっとね、うん、そうなんかバリエーションが増えるからっていう溜めたくなる曲やけど溜めすぎると時間がさリズムがなくなるもん増えるよねそうこういう一言だからこそさなんかさあ今の人何みたいな感じがある時が多いからさめっちゃいいアイデアだと思うどうしたい俺はあれで進めてもういいと思うで一回レイちゃんからの海流のここを見てみたいなそれやったらこれを海流が次行くんやったら、はい、ありがとうございますごめんなさいそのレイコからの海流あーごめんなさいレイコから海流に行くっていう、うん、その流れを聞いてみたいね聞いてみたいこれってやってみますかこれって何バイそうバーネディ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 バニーリーバニーリーバニーリー違うんや全然分からなかった M の2かあんのかほぼ完成してるやんちょっと夜になりそうやね、もう外が、うんうん、2人はとりあえず自分で3回待って、はい、開けまーすタン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 、うんかっこいいです。うん、いいと思います。カオスになれようと途中で出てくるステップなんですけど、うんうんうん、
へぇ、おもろい。ジャンルごとにちゃうんや。戻しながら、こう、腰を回す。ドン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 。おぉ、セイチさんかっこいい。え、終わり？終わってた。終わったったよ。一言も喋ってないかもしれない。どうしよう。喋ってないで。え、よっぽ。ちょっと一切喋ってないよな。喋ってなかったから。多分うんうんとか。うん。しか喋って。ふざけてんの？何？いや。見ちゃったわなんか。あのあれね、リアリティやったね、すごい。うんうんうん、ほぼ編集なしみたいな。うん、普通になんかテレビ見てるような感じ。やばいな。うん、いやまあ私的に今んとこ技術的な問題しか言わへんけど、うん、やっぱレイちゃんとカイリュウくんが歌を先導してる感じがして、うん、この曲ね話ね、うん、でランくんとセイトさんがまあダンスを先導しているっていう、こうか完全にこう役割分担ができてるから、うんうん、なんか揉める感じもないし、なんか信頼し合ってるやんそれにおいては多分、うん、だからすごいやりやすいんやろうなっていう感じがした。なるほど、うん、編集内から余計わかりやすかったね、うん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 、あと歌だけで完全にアカペラで動画で載せるってあんまないやん。だいたい踊りながら歌う、もしくはまあ加工したりするっていうのが今時のね通常の流れだと思うんですけども、完全にアカペラで立ったまま歌ってるから嘘つかれへんっていうか、歌唱力とか、うん、そういうのも全部さらけ出してるっていうところも、うん、やっぱり BMSG のやり方としてすごい応援する人多いのは分かるなと思って今見てましたね。何にもごまかし聞かへんからね、うん、ああいう状態は、まあ、調子悪かったんかなとか調子いいんかなとかぐらいは分かるけど、うん、はよしいやあのね、はい、自分はね、うん、あの逆やねん多分見てるところが。オッケーオッケー、あいいやいいやいいや、あの、はい、なんていうの、うまさとか全然見てなくて、うんうん、ギュース面、うん、あのどういう自分がどういう役割で進めていくのかなって思って、はい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 、個人個人。いや一緒やで。そうだからランくんやったらどういう感じで、うん、なんていうの、自分を浮き出していくんかなみたいな。うんうんうん、見てね、セイクさんやったらねどういう、まあ一緒やねだから。うんうん。うん、だからねそう、その役一人一人の役割を見てたかなって感じ。うん、うん、なんか平和的というか。うん、まあ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 。途中段階やからね、まだまだ、うんうん、これで場面でどうこうっていう問題でもないやろ、うん、ないやろうね、うんうん、まあ、まあ、エルコでやってるんじゃない？そう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 、なんか淡々と、そう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 って感じはしたけど、うん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 、なんかやっぱりさ、何年も何十年もやってきた事柄やとさ、コミュニケーションで正直取りやすくなっていくやんか、わ、うんうん、かるやん、もう誰がどれぐらい把握しててとか、うんうん、正直空気感でもちょっと分かったりする時ってあるやん、うん、でも彼らはやっぱその今からこれからって感じや、もちろん今までのスキルもあんねんけど、うんうん、これからって人たちが集まってのコミュニケーションやから、もうちょっと普通たどたどしかったりとか、なんかどう言ったらいいんかなみたいな、なんか点点点とかさ、なんかそういうのあるんかなと思ってるけど、うん、まあ普通にそこはなく、そこはもうすでに準備、心の準備できてる会話やなと思って見てたけど、まあ、自分的な視点で言うと、うん、あのまあ、自分にも言えることなんですけど、うん、1個のことに対してあんま時間かけすぎるのも良くないから、うんうん、あのこうまあ話し合うのはいいんですけど、うんうんうん、そうやね、どんどんこう進めていかないと、うん、っていうのは期限って大体ありやんから、でもだから納得しな進まれへんじゃ困んねんな、そう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 、やっぱりそこはね、うん、大事だと思うから、自分にも言えることで、自分で肝に銘じてんの、自分にも言えることやから、それは完璧目指しすぎないように、そう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 、そう、ね、まあ少ない時間で限りなく完璧に近づけるようにっていうのはあるけど、うん、ただどんだけ頑張ってさ、じゃあ1年かけたところでさ 120% は出されへんから、そう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 、だからそこはやっぱり時間との戦いというか、うん、そうやな、それ分かってるからああやって進められたんかな、うん、うん、確かに確かにそうやな、ね、うん、あんま完璧を求めすぎちゃうと、うん、いかないよね、あかんねんけど、うん、求めなあかんねんな、ある程度は。なんちゅう世界や。そうそうそう。なんて過酷な世界や、これ。完璧じゃないと伝わらへん。そうそう。あるし、やっぱり。全力じゃないとあかんけど、完璧は難しいよ、ね。そう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 。うん、ってのは思いましたね。そうやな、思ったな。うん。レイちゃんが良かったかな、やっぱり。ある程度仕切ってるように、やっぱり見えたかな、歌の時ね。そうね、視野っていうか見てる視点、今のところはやっぱりレイちゃんが全部を見えてるかな、うん、全体的には、うん、なんか
多分やねんけど、これ私もそうやし、まあ、今までいろんな方と出会ってきて思ったことでもあるけど、うんうん、まあ、今みたいなミションミションのエピソード2の1かな、うん、見て思ったのは、そうね、やっぱ自信がないところがあるやん、誰だってあんねんけど、はい、それが顕著に重きを置いちゃうと、そこにこう今ここはちょっと自信ないなっていうのがもろ出てしまっちゃうと、うん、周りって見れへんくなると思うね、自分のことでいっぱいいっぱいになるから。でもレイちゃんはなんかまあ自信ないフェーズはもう終わって、やることはやってますからみたいな。社長がソータさんをまあ例えで言った時に、まあ僕は僕のやることをやるだけですからみたいなニュアンスで言ったことがあるんだけど、うん、そんな感じに見えるレイちゃん。なるほど。僕はこれがまあ上手いと思うとか、なんか魅力だと思うっていうことも分かってるし、自分の苦手なところも分かってんねんけど、別に苦手でどうしようとかじゃなくて、まあ、冷静にそら苦手な部分あるよねみたいな。その代わり僕は こっちが得意でとか、 でも苦手と思ってたこともこの1年とかでだいぶ成長したし、そこで自信がついてるし、そんなに卑屈になることじゃないんじゃないかってこう気づいたみたいな、なんかそういう成長を感じるから、だから周り見れねえよなと思って、自信があるから、うん、自信があるっていうのは 100% 完璧って意味じゃないよ、メンタルの問題かな、それは。あとはね、今回スカイハイさんがすごく優しい、前より。ああ。あのね、的確にどこをやってって言ってくれんねん。そうやな。そうそう、だからもうそこだけ集中したらいいねって感じ。そうか。そう、前はクリエイティブ、そうやな、アーティシズムとかいろいろ求められてる。そう、時間かけてたもんな。そう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 。全部で半年弱あったんかな。うん、確かに。的確やからすごい。やりやすいんかな。やりやすいかもしれないんで、やる方は。やり方としてはプロのやり方やね。だからもう、うんうん、プロのデビューしてからの仕事のやり方とまあ似てるんじゃないかなと思うけど。うん、だからすごく集中しやすいんじゃないかなと思って。なんか。なるほど。まあ変な言い方じゃないけど、心が乱されへん。うんうん、乱されにくいってことやんな。まあ逆にここで結果出さへんかったらもうアウトやけど。そうやね。そう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 。まあでもシンプルで。うん、わかりやすい。わかりやすいというか。確かに。ね。確かにな。ああ、いいこと言うね、うん、今ちょっとそれは響きました、うん、10分間黙ってたからちょっと喋らないとどうしようと思って、目を挽回してんの、さあ喋ろうと思ったら終わったからもう寝てんのかなと思って、ね、うんって言いながら寝る人おるやん、ね、いや、そやな、まさにだから優しい、だからヒロ君今優しいって言ったけど、優しいようで厳しくもあるって感じだよね。そう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 、言い方は優しいけど、やってることはプロやんな、うん、求められるものはやっぱりね、プロとしてのあれですから、やれって言った時にできるかどうかってことやな。そうですね、うん、まあ、それはまあね、どの時点でもやらなあかんことやから。そうなのよ ねチャンスをものにできるかどうか、結局いくら周りがお尻叩こう本人次第やから、早かれ遅かれできなあかんことやからね、それはね。そうですね、うんうん、よかった、やっぱり見れてよかったっていつも思うわ、うんうん、なんでかって言ったらやっぱり変な編集がないからやわ確かに嫌な気持ちにならへんでも、だって油断してた、でもすぐ終わったよ、集中してたんやろな、うん、なんか編集しまくられるとな、ご本人たち頑張っててもな、なんかなんていうの、わかる、作られたものに見えてしまうや、編集が多すぎると、うん、本人は頑張って出演してて、あるいはオーディション番組とかでも、それがすごいやっぱり見ててしんどくなってくるから、これはないのがやっぱいいな、没頭できる、うん、見ながら。ほんまに早かった、あっという間やった、うん、もっと見たかったね、うんうんうん、もっとほんまに見れてもよかったんけど、まあ言ってももうすぐ次エピソード3が、あ、だからあっか、そう、あっかやってもやばい、もう日本語わからへん、あれや、本番やん、発表会当日やん、あ、はい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 、コラゾンね、と、ファンタジーやったっけかな、うん、楽しみ、今とこでもコラゾンに焦点を置いてる気がするな、ちょっとね、うん、楽しみでございます。そうですね、はい、皆さんも、エピソード3楽しみだと思いますけど、またよかったら一緒に見てください。はい、ということで今回はミッションミッションエクストラエピソード2の1を見させていただきました。もし楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。よかった、ちゃんと喋ってくれて、うん、寝てると思った、うん、うん。